ありがとうございます。チラシをいいですかね。はい、ありがとうございます。
越しください。またこの MR10A シナブル 8SA とご質問等あられましたら、お近くの久保田スタッフの方までお尋ねいただければと思います。ありがとうございました。はい、では引き続きですね、ヤンマーアグリジャパンの方からですね、スマート農機の実演を行っていきたいなと思います。ヤマーの方からですね、無人で動くロボットトラクターをはじめ、直進アシストのトラクター、田植え機を実演させていただければなと思います。皆さんですね、ぜひお時間ありましたらご覧いただければなと思います。ではまずはじめにですね、無人で動くロボットトラクターの実演をやっていきます。結構大きいトラクターが入ってきたかなと思いますけど、これが今からですね、人が乗っていない状態で、縦に動いていくようになります。で、このトラクターですね、通常のトラクターと異なる点が、見た目もありまして、まず上にですね、黒い箱が乗っています。で、この黒い箱で、空の衛星から位置情報を受け取って、無人で作業できることが可能です。
回転も変えられる。ああ、もうちょっと今のエンジンの回転数とも少し変わっているのも分かるかなと思います。止めることなく調整ではですね、このロボットトラクター、先ほどですね前後左右に障害物のセンサーがついていますというところでご紹介させていただきましたけども、実際にその障害物のセンサーが本当に効くのかどうかですね、皆さん疑問に思われるかなと思いますので、ちょっとそれを実際に弊社の社員がですね障害物となって、実際に止まるかどうかを皆さんにご確認いただければなと思います。で、本日ですね特に保管も多いと思いますので、例えば急に背の低いお子様がですね補助の中に入ってきた時、背の低い方が入ってきた時にもちゃんと感知するのかっていうのも見てもらえればなと思います。Thank you.
一通ね飛ばしがですね終わりましたので、